ず来る。そんな時、何ができるかで男の進化が試されるんだ。わかるか？バカだな、おめえは。そうだな。じゃあ、バカなおめえにもっとわかりやすく例えてやる。例えばそう、惚れた女が心底困った事態に直面した時、何もしてやれない自分が悔しかねえのか？力がなければ動けなくなった女を背負って逃げてやることもできねえだろうが。生意気なことを言うじゃねえか。けどな、世の中そんなにうまくいくことばっかりじゃねえってのはお前が一番よくわかってるだろうが。男ってのはそんな時のためにこっそりと牙を研ぎ続ける生き物だ。覚えておけ。どうした？ほれほれ、男ならピンチを楽しめよ。心が折れれば一気に負けるぞ。簡単に諦めるな。どんなに打ちのめされても心が折れなきゃ喧嘩は負けじゃねえ。どんなに絶望的な状況にあっても諦めなければ必ずチャンスはある。力だけじゃねえ、頭も使え。使えるものは何でも使え。ほらどうした、もっと頑張れよ。わっ、てめえ犬を使うんじゃねえよ、卑怯だぞ。No distraction. My arm is made. Oh.Bitter on the leg. It's an opiate I ever saw, man. Try to protect his friend. It's his friend. いいか、ユージよ。多少バカでも喧嘩が強いやつがモテるのは中学生までだ。高校生になったら、今度は頭のいいやつがモテるようになる。高校生のお返事だな。学校の成績イコール頭の良さか。あんなもっさり女に勉強を教わってるから、そんなダセーガチ感に染まるんだ、ボケ。当たり前だろ。こう見えても私は本が読めるんだぞ。お前今私のことすげえバカにしただろ。だろ、こう見えてインテリなんだよ、私は。言っておくがな、お前が先生と崇める JB なんかより私の方が頭いいんだぞ。確かに。でもあいつは読むだけだ。私は読んだ後、本で得た知識を実践で確かめる。違うっつの。あ、いや、そう違わなくもないか。例えばそう、家庭菜園の本を読めば私は読後に実際に家庭菜園を作る。本で得た知識が実際に役立つかテストをするわけだ。つまりはそういうことよ。本を書くような偉い先生がこうだと言ったら、それを丸ごと信じて疑わない JB と、自分で試して結果を得るまで納得しないこの私、どっちが有識者かって話よ。お前の姉ちゃん天才か。なるほどな、お前が変なところで妙に端っこいのはそれが原因か。まあ軍ではおおむねずる賢いとか油断のならないやつって意味だ。なあ、そんなことはどうでもいい。とにかく人生とは経験が全てだ。経験の伴わない知識なんて童貞が語る女の話に等しく虚しい記憶でしかない。まあとにかく本を読め。そして気になったことは試せ。それが生きた知識となってお前を生かす糧になる。読みたい本があれば言え。
それが漫画だろうと構わない。いくらでも買ってやる。好きなだけ読め、満足するまで読め。本っていうのは著者の生き様そのものだ。他人の人生が詰まってる。そして気になったことを試せば、他人の人生を自分の中に取り入れることになる。まさに人生丸儲けってやつだ。まあとりあえずはそれでいいか。私は JB みたいに人に物を教えるってのが苦手だ。こんな風にしかお前に何か教えてやることができない。それでも何かお前の役に立つのなら、それが一番だ。お前はバカにするかもしれないが、本が読めるってことは素晴らしいことなんだぞ。もっと人生を楽しめよ。読書ってのは人生の糧だ。お前一人で100人の兵士と戦えるように育ててやるさ。ちなみに聞くけど、その当時のあなたから見て、私ってどんな仕事をしている人に見えたの？じゃあ、麻子のことはどう思っていたの？まあ、ヤクザな仕事って意味では、あながち間違ってはいないところが少し悲しいわね。そうだね、私お前な。違うよ。違うよ。私の仕事は公務員だ。違う。持ってくんな。言葉の意味は？そうだ、同じ職場でも分かんねえか。敵を倒す。国家にあだ名、単純に説明した方が分かりやすいだろ。悪いやつを倒す。例えばとなれば番長で、そこで番長にして建前わけの、そこでも番長ところが一表だ。そのこの国番長の国、つまりな、そう、そこで、こうて、わからんか。いや、NASA じゃなくて、いや、だから、その、面倒、ず、悪いこと、なあ、ユージ。では、では、その行いが正しいことだと、それに、いい、だが、自分たちで親離れ。その通り。だからこそ、自分たち、父親の手を煩わせ、父親に、家族、ゆが、朝、そこで、保護観察対象が、それ少なくとも、だから、当時の、ああ、そういうこと言っちゃうのね。つまり何？あなたから見た私って、高いものを買い与えておけば、自分
分は大事にされてると勘違いする安い女の。そう。そう。いや、ごめんごめん。もうずっと昔に、まだ私だ、施設の大人。そう。やばい。私今、この子にプロポーズされたら絶対にこの。まあないけどね、そんなこと。で、こりゃお前、ベラベラ喋って。さ、私、いいか、この絵。軽く、お前。じゃあ、